ビル・ボーリー、ウィリアム・ボーリーは、オーストラリア・シドニー市出身の男子テニス選手。1968年の全豪選手権、男子シングルス優勝者で、テニス4大大会で、プロ選手の出場を解禁する、オープン化措置が実施される、直前の、最後の、全豪選手権で優勝した人である。彼のフルネームは、ウィリアム・ワルター・ボーリーというが、本記事では、ビル・ボーリーの見出しで記述する。 彼には、テックスという愛称もあった。ボーリーは、長身と長い手足の持ち主で、プレースタイルは当時としてはやや派手であったが、オールラウンドプレイヤーとして高い人気を持っていた。国際テニス伝堂入りした女子の名選手、レスリー・ターナーの夫としてもよく知られる。ボーリーは1962年から、全豪選手権に出場を始め、 1965年から1967年まで3年連続のベスト8に進出した後、1968年の大会で初優勝を飾った。前年の1967年までテニス4大大会の頂点を争っていたオーストラリアのライバル選手たち、ジョン・ニューカムやトニー・ローチなどがプロテニス選手に転向したため、1968年初頭には、 ボーリーがオーストラリアのアマチュアテニス選手の第一人者になった。初進出の決勝戦でボーリーはフアンヒスベルトを7から5、2から6、9から7、6から4で破って優勝した。しかしボーリーの全豪優勝のすぐ後にテニス界は四大大会にプロ選手の出場を解禁するオープン化措置の実施に踏み切った。テニス界のオープン化時代は1968年の 全仏オープンから始まる。オープン化措置の実施により、さらに前からプロテニスツアーを回っていた先輩選手たちも4大大会復帰が可能になり、全仏オープンではプロの先輩選手であるケンローズウォールとロッドレーバーが決勝を戦ったアマチュアトーナメントとしての全豪選手権を制したビル・ボーリーは、この後1968年ウィンブルドンで2回戦敗退に終わり、 翌1969年から全豪オープンとなった大会でもベスト8止まりに終わった。ビル・ボーリーは1968年と1969年の2年間、男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオーストラリア代表選手も務めた。しかし、1969年5月23日から25日にオーストラリアが株グループの N&C アメリカ決勝でメキシコチームと対戦したとき、ボーリーは最終第5試合のシングルス戦でラファエルを砂に2から6、6から3、6から8、3から6で敗れ、オーストラリアは予想外の早期敗退を喫した。この敗戦を最後に1938年からデハイのオーストラリア代表監督を務めてきたハリー・ホップマンが31年間の監督経歴に、 終止符を打ち、デビスカップにおける、オーストラリアの黄金時代が幕を閉じた。ボーリー大激戦で倒したオスナは、それからわずか10日後の6月4日に飛行機事故で、急死してしまう。ボーリーの他の4大大会成績は、全米選手権では1966年にベスト、8進出があるが、全仏では、選手権の1965年と1971年、全仏オープンの3回戦。 ウィンブルドンでは1966年の4回戦進出が自己最高成績であった。ダブルスでは1966年のウィンブルドン選手権と1967年の全米選手権で男子ダブルス準優勝と1966年の全合選手権で混合ダブルス準優勝があった。男子ダブルスでは両方とも同じオーストラリアのオーウェン・デビットソンとペアを組み、 混合ダブルスのパートナーはロビン・エバーンと組んだ。ボーリーは全豪選手権で優勝した1968年に同じオーストラリアの女子トップ選手であるレスリー・ターナーと結婚した。ターナーは1963年と1965年の全仏選手権女子シングルス優勝者でダブルスでの活躍が多かった名選手である。二人はテニス史上初の 4大大会シングルス優勝者同士の夫婦として知られたが33年後の2001年にアンドレアガシとしてフィグラフが2組目になった。ありがとうございます。